の第5章の情報は来なかったか。がしかし、アナスタシアとナポレオンがピックアップされたのか。ナポレオンに関しては2、3体持っているんだが、アナスタシアに関してはまだ1体も持っていないんだ。これはぜひとも1体は当てていきたいところ。また幕開のキャンペーンに関しては、ナポレオン、イヴァン・ライデン、アナスタシア、南梁、アーチャー・インフェルノ、新領域、ワルキューレが追加されたようだな。その中でもナポレオンとイヴァン・ライデン、アーチャー・インフェルノは宝具が強化されたみたいだな。ナポレオンの強化は嬉しいね。ちょうど宝具の火力がやや低いかなと思っていたところなんだ。これはありがたい強化だ。そして今 YouTube を確認したんだが、12月の18日の19時から第5章のライブ配信があるようだな。おそらくこの後に第5章が解禁される。18日か。つまり来週の水曜日、ちょうど今から1週間後か。いよいよ第5章か。となればキリシタリアとの対決、これは一番美味しいところじゃないか。ぶっちゃけたところ6章7章も気になるが、今まで以上に驚きの展開が待っていそうだね。待ってろキリシタリア、僕が倒しに行くぞ。ま、クラスがキャスターとかだったらちょっと困っちゃうんだけどね。アトゴーラ、久々にアトゴーラが当たったような気がする。うん、全く当たっていなかったからね。さあ続いては、お、こいつはゼッちゃんだったか。うん、アインツベルにたびたび出入りしている記憶をなくした少女だったか。詳しくは知らない。さあ続いては、の、葵さんか。遠坂時臣の奥さん、なかなかだが、アイリには負けた。さあ続いてはサーバント、クラスは何が出るか。あ、キャスター光るか。なるほど、パラケルスか。フェイトプロトタイプホローフラグメンツに登場するキャスターのサーバント、声に関しては佐々木小次郎と同じだ。さあ続いてはブロンズリンクマニピュレーターか。マナプリズムだ。さあ続いてはそろそろ、あ、なるほど、最初の10連はまあ爆死といったところか。ふーん、なるほど、やはり貴様のコーンエクストラとやらば地に落ちたようだな。最近星4のサーバントは当てられているようだが、星5のサーバントはまるで当たってはいないではないか。確かに最近星5のサーバントがまるで当たっていない。ふん、かつては貴様のコーンエクストラがあったからこそ私は貴様にガチャを譲っていたが、幸運がない貴様は用済みだ。下がりたまえ。さて、ここからは私がガチャを実況していくとしよう。これは固有結界。いまいましいな。やつの固有結界は加速だったか。しかし、やつと戦う上で最も警戒しなければならないことは、あの起源弾だ。初見ではとてもじゃないがかわせない。さて、続いては何が来るか。ほい。概念霊装ではないか。アトゴーラ！な、貴様、人が実況しているというのに勝手に張り込んでくるでない。ねえ、それ条件反射というやつで、あとは頼む。ふん、まったく騒がしいやつだな。さて、そろそろ来てくれてもいいのではないか。星4以上のサーバント、今回はアナスタシアとナポレオンか。ほや、ガイウス・ユリウス・カエサ、そのような体型で本当にセイバーのクラスなのか。さて、続いてはまたしてもサーバント、私はやはりついているのではないか。ランサー、中身は空風林か。私のディルムットよりは使えそうなサーバントだ。さて、続いては何が来るか。おや、概念霊装ではないか。これは謎の仮面が、ま、私はこういったものをつけた方がかっこいいのかもしれない。ならば、一ついただこうかな。さ、これは、キャスター光るか。ほや。なるほど。メフィストフェレス。最近よく当たるサーバントの一つだ。そろそろ、おっと、これは来たのではないか。星4以上のサーバント。星5でもいいぞ。中身は、ランサー。なんだ。ランサーの中身は、診療局。なるほど。幕開のピックアップ対象サーバント。おや、最低保証にて星4のサーバントを当てているではないか。おめでとう、ケイデス・エルベロイ172世。172世ではない。
まあケイネスは少しどいていたまえ。私のターンだ。ふん、まあいいだろう。今回は貴様に譲ってやる。さて、今回のピックアップ対象サーバントはナポレオンにアナスタシア。アナスタシアに関してはまだ一枚も当たっていないとエビやキリツグが言っていたな。ならば私はナポレオンを当てよう。さあ何が出るか。これはサーバント。問題はクラスだな。これはアサシン。アサシンならばハサンではないか。これは私が触媒として機能しているようだな。がしかし今回はそれでは困るのだ。ピックアップには仕事をしてもらわなければ。なんだこいつは。確かジナコと言ったが、あのガネーシャのよりしろとなっていた人物ですが。さあ続いてはサーバントだが、中身はバーサーカー。ピックアップ対象外だ。ダレイオスさん、これは隣のピックアップから流れてきたのかな。まあそんな話はどうでもよいのだ。問題はサーバントを引き当てることだ。中身は何が来るか。これはヘクトールではないか。私の空風輪とどちらの性能が上か、一度競わせてみたいものだ。さあ続いてはまたしてもサーバント。サーバントの率は高い。ライダーのクラス、ピックアップは対象外。アレキサンダーは先ほど当たらなかったか。本日2枚目だ。さあ続いては、そろそろガチャは終盤といったところだから。装備したサーバントがやられた時、味方に LP を配るという概念霊装だ。これは鎮球というサーバント、非常に相性のいい概念霊装だ。私はあのサーバントと馬が合うような気がしている。さあこれはウィリアム・テルか。おっと、次で最後あたりか。最後は概念霊装か。アインツベルのメイド。また奇妙なものを作ったな。おや、最後ではなかったようだ。またしても概念霊装。シャーレイだ、アトゴーラといい、シャーレイといい、久々に当たったような気がする。これってひょしてついているんじゃないか。いや、別についているというわけではないのか。僕だけついているような気がする。さて、泣いても笑っても、これが最後だ。最後の40年、セイブ。ピックアップの対象サーバントで言えば、乱量王か。乱量王に関しては、すでに宝具レベルがマックスになっている。セイバーの金サーバントが出た際には、すり抜けてほしいところだ。さあ、うっ！スイーパー。やばくないか。久々に引いてしまった。爆死の根源である、スイーパーを。いや、大丈夫だ。単に、スイーパーを引いた時に出にくかったというだけのことだ。絶対に出ないと決まったわけではない。大丈夫だ。さあ、こいつはメディア。ルールブレーカー。そうだ、ルールブレーカーで、この負の連鎖。ダーニックおじさん！まずいだ。爆死を引き寄せる概念連鎖が、一度に2体も当たってしまった。そして、星4のサーバントは、このガチャに出ていない。まずいか。あ、セイバー光はしない。こいつは、ジルドレーカー。まだ、クルー前といったところだな。大丈夫だ。たとえ、ダーニックおじさんと、スイーパーが出たとしても、問題ではない。大丈夫だ。覆せる。僕なら、絶対に覆せるはずだ。さ、あ、にしても、随分と概念霊装が多いな。サーバントの、気配がまるでないじゃないか。さ、今のちょっと止まった感じは、サーバント、いいぞ。頼む。キャスター、キャスター来てくれ。うん、キャスター、光るか。うん、ジェロニモ。なんだか、久々にジェロニモを引いたような気がする。一時期は、ピックアップされているのかと思うぐらい、ジェロニモが当たったことがあるか。最近そのピックアップは、切れてきている。さあ、これは、ライダー、牛若丸。フォーグモーションの回収を待っているんだが、来ないかな。絶対魔獣戦線バベロニアにて大活躍したサーバントだ。さあ続いては何が来るか。サーバント、ランサー、光るか。あ、これは、宝蔵院印象。さて、次あたりが、ラストといったところだな。最後は、何が来る。これは、サーバント、頼む、頼むよ。キャスター、キャスター来てくれ。あ、ライダー、これは、あ、ブーティカ。ああ、目のやり場に困っちゃうな。そんなことを言っていては、アイリーに、うわあ！